東京証券取引所が取引時間の延長を検討していると日本経済新聞電子版が報じました現在の取引時間は午前9時から午後3時までですが夕方や夜間に別枠で取引時間を設けることで証券会社などと調整するということです仕事が終わった後でも取引しやすくし個人投資家などの利便性を高める狙いです